レーズンパンを作ります。今日使うホームベーカリーはティファールのホームベーカリーです。材料は小麦粉 500g、 牛乳 400cc、 塩小さじ1杯半、オリーブオイル大さじ1杯、ドライイースト小さじ2杯、ドライレーズン 100g です。じゃあまず牛乳を入れます。で、塩を入れます。次、オリーブオイル入れます。で、小麦粉です。で、ドライイーストです。で、レーズンは後で入れます。まずこれをセットします。食パンの 1.5 斤のコースです。で、焼き方は薄めです。こねが始まりましたが、何分かするとこの後一旦止まりますので、その時にレーズンを入れます。10分ほどでこねが一旦止まりました。で、ここでレーズンを入れます。レーズンはくっついてるのがあったら離しておきます。ほぐして、手でほぐして離しておきます。レーズンパンが焼き上がりました。よく膨らんでます。取り出してみます。パンケースから取り出したところで、美味しそうな匂いがします。以上で終わります。